マーモセット始めます。マーモセット始めます。ニューゲーム。お、すげえ。プレイ。お、なんだ、現代的だな。電車が走ってた。Did you say? これ英語なの？日本語対応してないのこれ。まずい。Since you offered to help 読めて。あ、できるできるできる。ラングイッチ。あ、新作ゲーム。これやり直そうかな。ちょっと一回聞けるマーモセット始めます。新作ゲーム、電車が通ってて、核爆発が起きちゃって、ああ、憎まれ子世にはばかるとはこのことだ。そして私が最も愛していたものは憎しみを恐れろと言った。その中で一つだけ正しかった。愛を恐れるべし。100年後。おはようルナ。チンバ。ん？チンバー？あ、僕はチンブラって言うんだ。あ、なんて言ったの？どういうわけで洞窟を取り戻すことにしたの？エンリッケは君を助けるために僕を作ったんだよ。ああ、そう、エンリッケが作ったなんて思いもしなかったわ。で、実際のところ何をすんの？ AI を持ってる上に最高の相棒になれるよ。え？何これ？みそぎ？の？みよ？なんて読むんだこれ？わかんない。採集できるレーザーも装備されてるし。他にもまだできることはあると思うけど。あとでエンリッケが僕をアップデートするよ。さあ、冒険を始めようか。なんだろう、ちっちゃいのマップみたいなの。マーモセットの住人の家を訪問し、情報とお土産をもらう。作業テーブルを作り、洞窟の入り口で必要なアイテムを購入する。これ何？ああ、エレベーターか。4。これ、お家？誰か。いや、ルナ。クルピラさん、こんにちは。クルピラ、ブラジル民話でよ、もよく有名なキャラクターだよね。森を守る神秘的な存在として有名だよ。でもどうしてそんな名前なの？私の高祖父は一族で初めて環境警察官だった。それで森でクルピラに会った時の話をしてくれたんだ。当時私の高祖父はもうこれで終わりだと思いきや、逆にクルピラは森と動物たちを守ってくれてありがとうと言っていたそうだ。高祖父はこの出来事を誇りに思い、長男にクルピラと名付けたそうだ。それから長男の名前にはクルピラという名前を必ず入れることになったんだ。うーん、いい話ね。私の名前生まれつき髪が白いから月を意味するルナなのよ。で、僕の名前はチンブラ。丸くてビー玉みたいだからなんだって。どの名前にもその物語や意味があるもんなんだよ。ところで、私は以前からエンリッケの協力を得てこのモンスターを研究しているんだが、私たちはこのモンスターたちが放射線によって突然変異を起こした種に過ぎないことを発見したんだ。だから地上に存在する普通の植物や昆虫動物のことを覚えているのも理にかなってるんだよ。そうじゃないのもいるがね。そうじゃないのはきっと微小生物よ。そうだろうけど納得いかないことが多くてね。まず爆発によって地球上のほとんど全ての生命が消滅したこと。いなくなっちゃったんだ。でも100年後にはこの生命力あふれる密林が出現したこと。世界が正常に戻るには少なくとも1000年はかかるはず。もう一つ合点がいかないのは、なぜこれほど長い間人の突然変異が報告されていなかったのかということだ。あ、そうだよね。確かに。一番不思議なのは、
この生きているキノコが時々興奮してオーダーと似たような言葉を喋りそうになることなんだよ。とっても不思議ね。一体どういうことなの？放射能漏れとモンスターの攻撃は何者かによって引き起こされたんだと私は考えているんだ。もしかしてその何者ってマーモセットの誰かなの？これさ、今のルナの言葉じゃない。まあいいんだけど、私たちの中に敵がいるかもしれないってこと。明らかにするにはまだ時期早々だし、もし現地人なら放射能漏れで死んでしまったに違いない。あ、それにね、このモンスターっていうのは非常に熱に非常に敏感なんだ。70度以上の物体に触れると泡のように爆発する。それに多くは耳や目が悪いので、そばで高くジャンプしても見えないんだよ。このような発見があったからこそエンリッキはジェットブーツを作り上げたんだ。だから君はブーツの靴底を70度以上に保つことができるし、より高くジャンプすることができるんだよ。それに浮力も若干あるしね。このブーツ大好き。何があっても手放せないわ。ただしエナジーカプセルを持っていくのを忘れないようにね。そういえばここに使ってない空カプセルがある。これ持っていきなさい。それともっと欲しければコミュニティセンターの作業台で作成してプラズマを使ってジェネレーターでチャージもできる。分かった、プレゼントありがとう。どういたしまして。なんかもらったの？なんかもらったっぽいけど、どれもらったのかわからない。ジャンプ、あ、すごい、ジャンプ力が上がった気がする。もうちょっと早く動けるといいけど、ここはもう何もないんだ。あれあれ、あ、これさっきの人？あ、もう話したからいいんだ。ここは誰の家だ？話、あ、なんか変えるんだ。シード、なんだろう。でもまた使い方が分かんない。じゃがいも買ってみる、試しに。あれ、あれ、買い方が分かりませんでした。売るだけ。買い方分かる方いたらぜひコメントで教えてください。あれ、何も起こんないですけど、あの、あ、ここ閉まってるのか、家が。サーグなんだ、バーですか。再生する。あ、それ。なこれ、ゲームオーバー。はい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 、わかりました。外出、はい。この人と話せない。ゲーム屋さんなのこれ。いいや、とりあえず出るか。これ壁なんでる、この柱。なるほど。ビームが出てる。ビーム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 。B ボタンでジャンプ。押しっぱなしにするとずっとジャンプしてる。さっきこんな人いたっけ。あ、あ、
やっぱ行けないよね。行きたいと思った。ビョンビョンビョン。これ自分の家だよね。ここだったっけ、自分の家。こんにちは。うわ、あの子たちがいないと家は空っぽになっちゃうので、私がマーモセット第三セクターの工事を終わらせるまで先生がしばらく一緒に過ごそうと連れて行ったわ。自己紹介をしてなかったわね。私は町の大工で木こりのマイテ。はじめまして、ルナよ。町中の家も橋もこの私が作ったのよ。双子の妹のマイアラの給油所を作ったのはもう私。町でもっと評価されてもいいはずなのに、みんな私のことをなんか忘れてるみたい。でも何か問題が起きるとマイテのバカを呼べ、板が割れたらマイテを呼べなのよ。頼りにされてるじゃん。第一セクターにいる女性なんて物干し竿の木を交換するためだけに午前3時に私を呼びつけたのよ。信じられる。それに午前3時に洗濯なんてするかしら。しねえだろ。で、話は変わるけど、私ね、木材販売業を始めたってことを言いたかったのよ。買いたければ私の木工機械で直接買えるわ。でもはっきり言うけど、定価なんてないのも同然。木材を集めるのが大変な日もあれば、そうでない日もあるの。だから毎日値段が変わることもあるのよ。それを言いたかっただけ。なるほど。あ、なんか夜になってる。何これ。これダメージ受けてる、もしかして。受けてんの。当たんねえじゃん。あ、死んじゃった。嘘でしょ。なんすか、マジ。あ、踏めばいいのか。もう楽勝じゃないですか。あ、てか楽勝じゃない、全然。あ、え、なにこれ、ダメじゃん。お、また死んだ。ペナルティないのこれ。基本避けるのか。木材購入する。一個だけ。お買い上げありがとうございます。あれ、これ、あ、あ、出てきた。あ、これ死なないね。歴史的枠組み。マーモセット市設立の歴史、それが全容なのか。遠隔。2022年、誰もが平和に暮らしていた。しかし誰も知らなかったのは、世界が全て一掃するような壊滅的な戦争に突入しようとしていることだった。まず核爆弾の爆発が起こり、その明るさは何百キロメートルも離れたところから見ることができた。すぐにモンスターの軍隊が現れ、ブラジルもまたこれまでにない武器を使って猛烈に反撃していった。勝者を定義する方法はなく、実際多くの破壊から勝利を得る方法はなかったのだ。繁栄していた平和はもはや存在せず、すべての国がなぜ突然攻撃し始めたのかという苦痛と疑問だけが残った。数ヶ月に及ぶ破壊と死が続いた後、戦争を止めるだけでなく、すべての生命を止めるものがやってきた。それが放射能である。この放射能は接触したすべての人を殺すのだ。多くの人は即死し、他の人は死を免れないような苦痛を何日も受ける。ある下級兵士が洞窟の入り口を発見し、そこが放射能から逃れるよう避難場所になることを悟り、この兵士はできるだけ多くの人、製造者を助け、そして入り口を閉じるために命を捧げた。一世紀が過ぎ、生存者たちは洞窟の中で魚の養殖や農業、電子機器の開発など新しい生活環境に適応し、平安も含めて全てが手に入ったかのように見えた。しかし再び脅威が襲ってきた。
洞窟内の漏水が大量の放射能をもたらし、その後にモンスターが現れ、多くの製造者がモンスターとの戦いや漏水を防ごうとして命を落とした。製造者にとっては負け戦だったので、洞窟の中の安全な場所に逃げ込むしか方法がなかったが、残念ながらそんな場所は存在せず、全てが失われたと思った時、製造者の一人が洞窟の頂上に光を発見し、登ってみると何かを見つけた。それは希望だった。その滝の隣には放射線雲の上に巨大な木が生い茂る非常に密な森があり、彼らは木の上に住むという素晴らしいアイデアを思いつき、こうしてマーモセット市をす、あ、創設した。あ、ここがマーモセット市なんだ。これ木の上だもんね。あ、なるほどね。これもう一個読めるよね。創設者。何これ。これは英語か。だからわからん。おお、楽勝じゃないですか。ここ入ったっけ。お、いや、あるな。僕のプレゼントはどうだった。あ、これが、この人がエンリッキか。そうね、彼とサッカーぐらいはできるわよ。僕の AI は君が言ったことを理解したけど、傷ついたな。冗談よ。そうだ、3D マシンも出来上がったって伝えたかったんだ。これを使えば特定の機能を持つ別の機械とかいろんなものを作れるんだ。作業テーブルで冒険に必要なアイテムはほとんど作れるよ。錬金術でポーションボトルをチャージして、ジェネレーターでエナジーカプセルをチャージするんだ。で、アグリカルチャーで有機栽培の土を生産するんだよ。わ、これだけの機械どこに置けっていうの？大丈夫、僕が山に持っていてコミュニティセンターの外と中に設置するよ。以上。じゃあ寝るな。十分気をつけなよ。なるほど、なるほど。ほら、なんだこれ。家に帰りましょうだと教えてくれてる。じゃあ帰るか。おい、ここだったよね。よいしょ。あ、なんかうるさい。なんだこのスライミーみたいなのは。ルナ、気をつけて。台所にスライムがいるよ。そう、どうやってここに入ったのよ。眠りについてたから、どうやって入ったのか見てないんだよ。眠りについた？シンブラハンターは AI でしょ。AI 眠りに落ちたりしないわ。わかってるよ。つまり、充電中はスリープモードだったっていうことだよ。お二人とも落ち着いて、脅したりしませんから。うえ、こいつ喋ってる。僕のアーカイブにはモンスターが喋るなんて記録はないけど。で、どうしてあたしたちの家に入ってきたのよ。申し訳ありません。ちょっとお腹が空いただけなんです。でもここは食べるものはほとんどなくて、最近はいろいろと大変で、資源がとても限られていて。本当ですね。私の友人のジョアンが私にそう言っていました。洞窟に住んでいるジョアン？そうです。私は彼の友人でありパートナーです。私が彼が売る鉱石を集めているんです。今は分かったわ。私いつも彼がそんなに多くの鉱石をどこで手に入れたのか疑問に思ってたんだよ。はい、それは私なんです。ところで自己紹介させてください。私の名前はサトルです。サトル、あなたたちは自己紹介する必要はありません。あなたはアルナ、そしてあなたはチンブラでしょ。どうして私たちの名前が分かったの？誰かがあなたたちと話をするために私を送ってくれました。あ、エンリケか。私は話しすぎてしまいました。私はそれを言うべきではありませんでした。話し始めちゃなんだから最後まで。いいえ、できません。無理です。できません。できないって言ってるでしょ。もう分かったよな。でも私に何を話しに来たの？それは秘密です。秘密、早く話して。秘密大好きなの。好奇心旺盛だな。じゃあゲームをやってみましょう。洞窟の周りに9個のパズルのピースをばらまきます。9個のピースを見つけて、湖の洞窟にある私の家に持ってきてください。それでピース1個につきパープルクリスタル2500個、すげえな、を差し上げます。もしパズルを完成させたら秘密をお話ししましょう。今知りたいんだけど、なんか面白そうね。それにパープルクリスタルがたくさんもらえるわ。以上です。私の家であなたたちをお待ちしています。お、なるほど。お、これがあれだ、なんだ、クエストみたいな感じ。というわけで今日は終わりにしますか。はい、一回終わります。もしもこの道が私のものだったら。
私はね、確かに態度を張るように言った。小石、輝く小石で、私の愛が伝わるように、てん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 。そして彼は2回通り過ぎた。最初は1つは二度と戻ってこない。私の悲しみに依存するしかなかった。